おっと来てますか、うん、おるおるど真ん中ですか、あ、全容やな、全容、我々にとったらこれ金としちゃうからなこれね、ちょっとね、ここに財が入ってるんです、そこですね、さあ、いってらっしゃい、はい、うん、どうも、こんちょうさんでーす、ほい、暑すぎるやろ、暑いって何回出てるのかな、いやほんまな、もうなしんどいわでね、はい、大阪といえば天神祭りですよ、4年ぶりに開催されて、うんうん、はい、行きました、行ってないです、行きました、興味ない、行きました、行く気もないです、僕ね、行ってないですいやもう人多いでしょ、暑いし、はい、ほんま行動力ないのよ人混み嫌いやからね、もうちょっとしんどいですよね、ほんまに。まあ今日は花火の話じゃないんですよ、はい、花火よりね、大事なものの話なんですよ、ありますね、あるでしょ、我々にとって大事なもの、はい、はい、ウエストウッディですよ、 おっとね、はい、これも最終ボトル交換ぐらいですかね、おそらく、はい、うん、もうちょっとさなげになってる子もおるんで、まあ、ただね、今回はあの、まあ、最終1400ボトル入れるのと、はい、3000バケツです、はい、ね、後で動画でお見せしますけど、うん、はい、はい、あの私の考案したもう材料、材料、はい、まあ、こちらもね、あの投入していきたいと思いますんで、はい、これ皆さんとね見ていきますんで、よろしくお願いします、おっ、はい、ウッディです、ウッディ引っ越しです、はい、DV さん、前回はあれです、何やったかな、原名亜種DV さん、これ引っ越ししましょう、これね、一応1500、はい、これ E カールなんですよね、綺麗に回ってますね、で、あとこれですよ、3000バケツ、おじさんたちの3000バケツって言ったら中に材が入る、はい、しかもあの、レース材ね、はい、丸々1本入ってるんで、はい、ね、これでもどうなるか、もう90アップの超完璧なレベルは、さあ、一発目、おー、そうっすね、これね、8.9 上げていきますよ、どんどん、はい、次のやつ16点、どんどん上げていきましょう、はい、どれやな、レッドしてな、粘土だね、ほい、あー、押すかな、15.2、さあ、コロコロコロリンと出ておいて、出てきました、これメスっすね、よいしょ、10.3出てきた、これを入れる、うん、これがこれ15、できましたよ、これ大きい、ちょっと押すよな、20ある、18.5、これ今何やってんすか、これね、はい、食べかす豆腐ですね、はい、ウッディの、はい、幼虫ちゃんのこれ置いとくんですか、ね、これ置いとくんですよ、バクテリア剤だったりとかね、あ、産卵時にね、シンプルで、そう、こすいたんですね、うんこちゃん、うんこちゃんっすよね、貴重なうんこ、いわゆるね一番最初に買いましたね、うんこ買いましたねはい、次どれや、おっと見てますか、うん、おるおる、ど真ん中乗った、あ、全容やな、全容やってもらったな、うん、全容っすね、見えたけど、これメスっすね、戻す、一旦これ、はい、はい、でかいやん、うん、これ20ある、一番これ22やん、19、全然ないやん、はい、次 LS3 ですね、そうですね、 LS3 の分も何とかおるんで、はい、これちょっと開けていきましょう、はい、おお、よう出てきた、飛びですやん、メスっすねこれ、 10.9、 さなぎなりそう、まあこれまあまあ近いぐらいになるんちゃう、うん、知らんけど知らんけど、それはな、この子次第最近何かあったらすぐ知らんけどっていうね、ほんまに知らんからそういうことやろもう賞味の話な、めっちゃおもろい、これ3000入れるわ、おい、さあ3000入れるで、元気なったな、急にびっくりするわ、気合い入れていかんとな、びっくりした、急になんだ、元気があれば何でもできるんだよ、いや何でもできるんだよこの年になってきた、この年になったらよう分かる、何でもはできへん、うん、それが嘘や、現実はな、お金がないとあかんわ、そう、何でもできへんねん
元気があっても休みたいよな。うん。寝転びたい。それな。確かにな。できる限り横になってみたら。これねちょっと欲しいんですけど。うんこちゃん。このうんこちゃんが。うんこで喜ぶって。うんこいじってるこの顔見てください。おじさん。小学生。うんこ。うんこ。うんこ好きやからね。もう。もう我々にとったらこれ金と一緒やからな。金ですよね。出てきました。ちょっと増えてる。おお。あ、増えてます。23.8。前回何個でした？20。おお。23。これを3000バケツ丸々冷蔵庫入ってるよ入り。よ入り。掘り込んじゃおうよっと。そうですね。頼むね。これね。ちょうどね、ここに材が入ってるんです。そこですね。そこね。はい。これは一応実験だよ。まあ実験、まあ、あの実際そのね冷蔵剤を使って、うん、管理してる人もおるんですよ。ただこういうやり方ではないと思う。多分冷蔵剤バットから埋めて、うん、やってるのかなっていう。うん、まあそれをねちょっと禁止に詰めたもので。まあ、ちょっとやってみようよと。さあどうなるか、落ちるのか。落ちませんって。いってらっしゃい。大丈夫ですって。まあでもやっぱ最低頼むよ。あれやな、ん、無事浮かして70以上は欲しいな。うん、70以上にはなるでしょう。あ、これだって LS さんのや出かかったっすよ確か。86でしょ。はい、うん、さあ次ね18.2g やった。こやつにしましょうか。はい、22.6。 大きなってるやん。 22.7。 はい、台の中で浮かすんねやろうな。台かじってね、うん、間違いない。全く身もかじってもない。台かじらんと周りだけ。ただただ邪魔やった。サイズのビズってやつでしょ。 SR 時も同じこと言っとったね。さあ行ってらっこい。あ、うんうんうん、こいこいこい。オッケー。うん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。まあ一応ね、3000バケツに2頭入れたんで。はい。はい。材にね。はい。で、1400と。で、あと我々ね、ちょっとこれ動画にはしてないんですけど。はい。あの、材飼育。はい。はい。こちらの方をね、上でツルティの用事やっていこうかなと思います。はい。見事ね、孵化するときにね、動画にしたいですよ。はい。ね、なんとか。まだもうちょっと火かかるか。あ、ちょっと長いんじゃないかと思いますけど。中の方か。はい。まああとはもう1500詰め替えですわ。はい。はい。まあこんな感じでやっていきますんで、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと喋りが今日は疲れてるよね。よー。